おはようございます。誰が読んだか心優しきパンクロッカー山田バサラです。今日は11月23日朝8時を回ったところとうとうついに山田バサラ宮崎に上陸しております。2週間 二週間弱のですね、ツアーがいよいよですね、最終章を迎えておりましてですね、まあ明日の、まあ地元沖縄での公演を除くとですね、このツアー最終のですね、会場がですね、宮崎ということで、初めての山田バスタラ宮崎でのライブでございます。そして皆さん、この背景をご覧ください。 昨日からですね、とある旅館にね、お世話になってるんですが、もう本当にね、昭和のですね、匂いが残る旅館でございまして、僕はですね、こういうところがね、大好きなんですよ。ホテルのね、店主っていうんですかね、ホテルの方もですね、おそらくですね、 30代ぐらいのですね、ご夫婦がですね、経営されていらっしゃいましてですね、そして息子さんがですね、まだ小学校上がるか上がらなかいかぐらいのですね、えー、子供がいましてですね、いつも下のね、食堂兼ロビーに行きますとですね、いらっしゃいませとかね、先ほどは食事の時間もね、おはようございますとかね、言うんですよね。なんか、こういう場所にいるとですね、ほっとします。 山田バサラ。まあ、今回ね、九州ツアーというのをですね、まあ、これまでもね、九州でライブしたことはあるんですよ。まあ、あの、福岡とか長崎なんかでね、えー、ツアーしたことあるんですけど、こうやってね、ちゃんとこう、地図をたどりながらね、ツアーを回ったというのはですね、今回初めてでございましてですね、福岡から大分、大分から熊本、熊本から宮崎ということでね、まあ、地図に沿ってね、僕自身は今回ね、 まあ、ルートを決めたんですけれども、今回一つ気がついたことがございましてですね、例えばですけれどもね、大分から熊本なんていうのはですね、地元の人にね、聞くとですね、なかなかね、ルートがね、厳しいそうなんですよ。なんか例えばこう、山がね、あるので、なかなかね、そういうあの、ルートをですね、えー、例えばこの、 大分から、熊本って大変ですよって言われてですね、実際に、ま、ああの、自分が体験してみることでね、あ、あんまり電車がないんだなとかね、そういうことに気がつきました。で、そして昨日もですけれどもね、まあ、熊本から宮崎なんていうルートもですね、あんまりなくてですね、本当はですね、僕はこう電車でね、ま、あこう、 僕の気分もね、鈍行列車にね、揺られながらですね、まあ移動する九州ツアーになるかなと思ったんですけれども、今回はですね、バスでのね、移動が多くなっております、この九州ツアーは。まあでも、バスで行けばね、まあ3000円台とか、まあ4000ちょっとぐらいで、まあ移動できることが分かりましたので、まあこれからね、まあ移動するときは、もしかしたら九州のときはですね、まあレンタカーか、もしくは、 こうやって高速バスでね、移動することをですね、えー、今度やっていこうかなというふうに思いまして、何事も経験ですね。えー、そういうふうに思いました。えー、そして、まあ、昨日はですね、宮崎駅にですね、お昼1時半ぐらいに着きまして、まあ、チェックインが夕方の時間だったものですから、えー、宮崎のね、えー、駅近くのね、えー、映画館でですね、えー、すずの戸締まりというですね、映画を見たんですけれどもね、えー、深海、 新海誠監督のですね、えー、アニメーションだったんですけれどもね。まあ、あの、時間が空いたんで、あの、見た映画だったんですけれどもね、非常にこう、いい映画でしたね。まあ、あの、ちょっとこう、震災なんかにね、関係する話なんですけれども、ちょうどロード、ロードムービーみたいになっておりましてですね、まあ、とある女子高生がですね、まあ、えー、とあることをきっかけにですね、まあ、どんどんこう、 九州からですね、まあ四国に行ったりとか、えー、または、え、神戸に行ったりとか、関東行ったり、東京行ったりとか、ね、そして最後は宮城県の方に行くんですけれどもね、そういうロードムービーを見ていろんな人と出会ってですね、まあ感じて、まあ成長していくですね、女子高生を見ながら、ちょっと僕もね、今旅をしているので、すごくね、なんかこう、近銭に触れるというか自分を身近に感じるですね、非常にいい映画でございました。もうなんかね、こういう、 あのー、自分のツアーと映画がですね、こう、クロスするというか、重なる、重なるっていうのはまた面白いことだな、というふうに思いました。まあね、そうなってね、僕、慌ただしいツアーなんですけれども、時間が空いたら映画を見に行けるというね。まあ、こういうのがですね、なんかこう、ツアーしてる時のね、なんかこう、自分の心境っていうかね、こう、なんか楽しみなんですよね。はい、ということで、いよいよ、山田バサラツアーはですね、まあ、沖縄を除く、 山田バスラツアーはですね、今日の宮崎でのライブがですね、ファイナルでございます。本当にね、各地の皆さん、お世話になりました。そして、今日の宮崎のライブもですね、張り切って頑張っていきます。まあ、このツアーでね、まあ、どうしても歌いたくても歌えなかった曲なんかもありますので、まあ、そんな曲もですね、もし歌えたらいいなというふうに思っております。宮崎の皆さん、 ぜひですね、生バサラに会って、サラバンジー興奮してください。そしてですね、明日は、沖縄で、地元、沖縄市のライブハウスジグザグで、大交流会としての、本当のファイナルということで、沖縄市ジグザグの大交流会、明日はですね、もうちょっと今までとは違うですね、スタイルになると思います。東京から昼乗りが来ますし、 えそして、えー、田真由美さんとか、犬ちゃんのですね、えー、バンドにもお会いできるということでね、非常にね、今日、明日と盛りだくさんのライブになっておりますのでですね、皆さん、ご来場、お待ちしております。重ね重ねですけれどもですね、今回のツアーでお世話になった、皆さん、本当に感謝します。ね、スポンサーになってくれた、直木や、そして、和桶さん、ありがとうございます。はい、ということで、残り、 今日と明日の2日間もですね、私、気合を入れて頑張っていきますので、豊たさるぐウうにーサビラ、今日も一日、さらばんじ